何が起きたんだ。これは一体。あらら。なんてことだ。霊剣派始まって以来の失態。え、もう終わったの？まだ全然楽しめてないのに。これも小仙道の一環かな。クリアさせるためだけのアイテムだったってこと？イカれた設計だな。こういう天地まで壊滅できるものを平気で使わせるなんて。まあ大胆不敵、嫌いじゃないわ。ん？これが天罰ってもんなの？このままじゃいけない。幽玄のやったことにしよう。おい小僧、これで一気に強風谷、赤石山、幽冥洞、天雲峰の壁を打ち破ったって知ってる？お前だけじゃなく、みんなが仲良くクリアしちまったんだ。設計図をめちゃくちゃに仕上がって。でもこれって念入りな設計の一環じゃなかったの？何が念入りだよ。バッチに面倒を処理込む設計するバカなんだ。いやしないよ。何、この男勝りな女が設計者？男勝りじゃなく師匠か。セクハラしてんじゃねえよ。あった、やっぱりそうだ。修行もしてないやつが上級霊法を操るなんてありえねえし。こいつどんだけ点数出したんだい。金印まで出るとは。金印を持ってる人は家元になれるんだけど、あの金眼じじいはまだピンピンしてるからね。バレる前に門派の資金を引き抜こうかな。あっ、逃がしゃしないよ。あんたはわしのものさ。これから何百年も社楽に生きるさね。家元？いやー、落とし物を探してたの。見つけてくれてありがとう。もう落とさないから。返して。落としたのはお前の拙僧だろ。今回お前の設計ミスで四大道府が崩壊し、霊峰幻想剣も砕けた。この損失は単純に計算すればお前の今後20年の給料はパーだね。いいよ、給料くれなきゃ下山して強盗でもするからね。いいよ、略奪許可書でも作ってあげようか。あんたも先生を落としたの。でも今急ぐのは長老たちを集めて設計図の不備をどう決着つけるか相談しなければなるまい。全ての長老は精神法に集まってくれ。だからこいつにやらせちゃダメなんだって。頭おかしいから。ルルルル、貴様落ち着いてください。今は原因を追及するのではなく、残ったみんなをまとめて判断する方法を考えることです。カウンの言う通りだ。霊剣派は一度に多くの弟子は取らない。いきなり15人はちょっと無理があるからな。でも賑やかになりますよ。ふざけたことを言うな。門派の資源は15人の内門弟子を支えきれない。資金はまだ余裕があるが、明らかな浪費は抑えるべきだ。ああ、リクリ長老を怒らせたらまずいよね。商用法の予算を削られたら大変。あなたの予算を削った覚えはないが。この間ジュエリー買おうとしたら予算降りなかったじゃん。私物を買うために公金を使わせるか。プライベートの話は大概にせい。この15人はルール通りに小仙図を完成したんです。断ると門派の名誉に関わるかと。どうしますか家元。ふん、解決方法は実に簡単。え、まあ、長老たち自ら合格者を見分ければいいだろう。それ追加試験ってことですか。わしは賛成します。うん、追試が一番手っ取り早い。15人を幻雲堂に集めよう。家元とオーブはまだついてないか。オーブはともかく、家元まで何をして。あ、ルリちゃん。はい。
家元何してるか様子を見てきて。はーい。待って。行ってきまーす。あ、はあ。早かったね。お茶こぼして老後が心配です。で、家元は見つかりませんでした。どこ探したの？何も言ってくれなかったから。もういい、それ以上喋らないで。あの天命の子、もう心当たりあるでしょ。やっぱりあれは。うん、もうすぐ答えが出るよ。一同の者、入場せよ。わあ、なんだこれは。まるで貨物を検品するみたいだ。気分が悪い。ただいまより水死を始めます。簡単に流れを説明します。中央に一人ずつ並べばいい。長老たちが観察し、資質を判断する。そして結果を検討し、適切な人を選び、入門を許可する。内門弟子の人数は3人だけです。それでは一人ずつ前に進みなさい。いつもいつもオーリクに先を越されてきたが、俺が一番目だ。霊剣派は気質にこだわるはず。この主神の気質を見せてやる。おお、悪くない。一番で度胸もあるわ。イケメンだしね。よし、次。レイのところで見た覚えがある。唯一ビプルームに泊まった子だね。悪くはないが、レイの推薦なら。次の者。次の者。あいつ。おお、これは。いや、この子もイケメン。次の者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 。次。最後の者。これは。この子は確かに抜群だが、まさか天霊魂。それって太古の伝説の霊魂じゃないのか。まだ存在してたのか。なんて剣、標本にして残しましょう。食ったら不老不死になる。食べちゃって。以上で審査終了。1時間後に合格者3名を発表します。どうよ、見間違いしないでよ、金眼じじい。イケメンが多くて迷っちゃうな。そういや、あの子しっかりしてそうで少し甘いところがあったからね。大丈夫かな。いっぱい休んだんだからしっかり働けよ。飯に毒持ったろか。これより3名の合格者を発表します。1人目、主神。2人目、文法。いやー、お姉様。そして最後の1人は、おお。ち、やっぱりオリか。もうあいつすごすぎ。力の差は歴然だったわね。チュー。なんだと。
そうだな。村には帰れねえし。そうだな。王さん、嘘だろ。何なんだこのストーリー。前半こんなに盛り上がったのに、最後は主人公をどん底に蹴り落とすなんて、ネット小説を読みすぎなんじゃねえか長老たちよ。王さん、どうするつもり。どうするって決まってら。俺もそこそこ有名人だ。みんなを集めて書き込みであいつらを呪い殺すわ。王さん、落ち着いてください。カイちゃん、今の状況は大混流というのだ。極端に重苦しく理屈で納得できない展開で始め、主人公今後の大活躍に運を開くんだ。俺たちは一番優秀の成績で落選したけど、この惨めは未来の栄光につながる。もし一家が殺され、母と娘も犯されたらなおさらいい。今後必ず等しい戦王にもなれる。王さん、目覚めて帰ってきて。みっともないよ、王君。まあ、桃源郷からお世話になり、おかげさまで氷風谷を通らせてもらってここに来た。王子である俺も含め、大会に参加した全員は王君の背中を追いかけた。でも結果は結果でとても残念だが、うち大明国で士官の口を探してやろうか。俺はもう好意は告げないけど、口利きぐらいはできるよ。子分にしたいの？誠意があるならお嫁さんも分かち合おうか。どうだい、お嫁さんを貸してくれるか。まだ結婚してなくても大丈夫だよ。先に約束してくれればね。あの、長老に頼まれて、カイ・ウンホ、オーリク、二人の落選の理由をお伝えします。カイ・ウンホ、あなたの属性は、重風弱水、三品の複合霊魂です。素質から見れば、表明法の求めるレベルに達しています。え、じゃあ、なんで僕が落選なんですか？他に優秀な人がいるんですか？店員が足りないんですか？ああ、そんないっぱい聞かれたら、長老の話全部忘れちゃったよ、もう。自分で考えなさい。ごめんなさい。まあまあ、とにかく、あなたの霊魂の属性は、霊剣派の中で一番合う神宝でも潜在能力の8割しか発揮できないのよ。修行できないことはないけど、あなたにとってはもったいないことなんです。三品霊魂は希少の最低レベルですから。え？2割は愚か、ちょっとだけでも帯同に無縁になるのです。あの、抽選会ではもちろん仙道を修行するんですが、本当に飛翔できた人はいますか？前回の魔法時代以来聞いたことないけど、修行中いろんな障害がありますから、たとえ最高の天霊魂でも飛翔の前例はまだないよ。でも一応修繕する門派だから、8割しか発揮できないと分かってる人は入れないの。うち人数少ないけど理想は高いんだよ。理想が高い。五大門派の中でも名前負けしていると噂されているが、違うようだな。でも心配しないでね。あなたは優秀ですから、万法専門への推薦状を作ります。万法専門か。次はあなた。神聖五聖など全て文句なし。霊魂属性は天霊魂、その中でも最も稀な空霊魂。これは伝説の先進始皇帝徳正太祖などの修仙界最強修士が持っていた霊魂ですよ。今の修仙界はもとより、魔法時代の前でさえこれにふさわしい神宝はなかったのです。徳正太祖は崑崙山で10年いろいろな法を尽くしたのに、正気が全く体内に蓄積されなかったと記録にあります。だからこの空霊魂はせいぜい稀な収蔵品でしかありません。霊剣派だけでなく、あなたにふさわしい門派はどこにもないんです。空霊魂に関する説明は以上です。そうだ、カウン長老は門派の縁起物ならやらせてもいいよって。太古の伝説の霊魂なんだから、せめてハッタリ聞かせて聖教専門など圧倒できるじゃないかって。じゃあそれで、にゃ、縁起物万歳、霊剣派俺様が来るぞ。さっきの大根竜ってやつは切り替え早すぎ。お兄さん、さっきのは冗談ですよ。縁起物には食事と宿泊がついてる。食事
あとボーナスは？有給ある？福利厚生はちゃんとしてる？名門だから言ったこと取り消しできないからね。信用なくすよ。そうそう、よくないです。お前はどっちの味方だよ、バカ。面白い、縁起物になりたいって。縁起物でもいいこといっぱいあるの。霊剣派という看板を掲げたら男殴り女奪い好き放題だよ。けどさ、あんた入れたって門派の資源を無駄に食いつぶして修行もできないから門派に恩返しできないじゃん。なんで入れないといけないの。はいはい、わかりました。入会金ってやつね。これで足りる。あれは超運個性。なぜこの子が持っている。家元また隠し子。またとはなんだ、そんなこと。びっくりしないの。姉にあげた古銭だよ。姉ちゃんがあげたんだよ、賭けに勝たせてくれたお礼に。それじゃあお前ちょっと来い。おかしいと思ったよ、霊が見込んだ人が三品霊込んだなんて。ビップルームに泊まったのってあの王中じゃなかったのか。嘘だから。アホみたいにずっとあの子を見てたのか。あれを天命の子と思って。ちょっと恥ずかしいけど、さっき他のところで精神の力を使ったんで大炎霊視を開くのが間に合わなかった。この大バカも金眼じじいだけじゃなく霊眼まで開けない大ボケじじいになっちまったのか。あのお金は桃源郷で取り戻そうとしたんだけどね、どっかのバカに口を挟まれて失敗して、あげくに給料まで引かれたさね。あのさ、うまい話でごまかしたつもりだろうけど、例の古銭を取って自分で使いたいだけだろう。いや、わっちのこと知りすぎって話をそらすな。精神大炎術でいろんなことを見てるから、ちょっとしたミスぐらいあるでしょう。とりあえず戻ろう、みんな待ちくたびれてるぞ。わっちの目を見て話せ。先ほどの古銭は霊剣派の祖師松雲神人が残したものだ。それを持っている人は霊剣派に一つだけ要望を求めることができる。何でもいいの。ザ霊剣派の家元になる。それはあっちのセリフ。あのもっと現実的なやつを。家元はおろか長老の席すらちゃんと座れないでしょう。さあ商品選機をくれ。いつかそんなすごいもの寝れたらあげるわ。あと5000年ぐらいかな。これもダメ、あれもダメ、せいやんのかよ。こっちのセリフだよ。またこんな乱暴な要望したら資格を取り消すぞ。しょうがない、ランクを下げてやるか。神殿弟子になる。これくらいならいいだろう。神殿弟子は大門弟子より身分が高いんだぞ。長老自ら認めた後を継げる人だから人数は限られている。どうだ。今内門弟子の面倒を見るだけで手一杯ですよ。神殿なんてとてもとても。俺が弟子を教えるのが苦手なの知ってるでしょう。この間の神殿だって私のことも知ってるでしょう。ルリちゃんだけで手一杯なので。私は門派の財政事務のことで忙しいので。あたいもあたいも。みんな忙しそうね。じゃあ気に入る弟子もなく門派の事務も忙しくない一番適切な人は。はい、オーブ。はい。多くの人に期待された霊剣派の挑戦大会は無数の嘆きと残念の中で幕を閉じた。主審、雲虎、王中の3人は内門弟子となり、海雲虎は推薦状をもらい万宝専門に向かった。他の不合格者たちも霊剣山の下に待っていた各地の小さな門派の使者に声をかけられ、自分の専演に巡り合えた。合格者は入門弟子の住む氷妙峰に連れて行かれた。それに対し王陸だけ野犬のように外に放置されたままだった。無双法にて霊剣山で待ってるぜ。